こんにちは、豊子さん、はい、日本ハムの守護神といえば、はい、ジャスティス。いや、宮西じゃない。待って待って、まあ、先日ね、先日、そうです、まあ、おめでとうございます。あれはホールドだから中継ぎか。そうです、守護神です、まあ、田中正義。そうですね、田中正義投手なんですけれども、現在選手登録外れて一軍のファームということで、これは4日のソフトバンク戦でまあちょっとサヨナラ打を浴びてしまったんですけれども、新庄監督がちょっと下に行ってきて一回リフレッシュというかメンタル面のリラックス、そして球種をねちょっと覚えてこよっかっていう風に2週間ぐらいでマスターしてもらってという風に説明したということで、リフレッシュプラスアルファ、あの新球種も新しい球種もっていう、まあ、そうだな、覚えられるといいけどね、2週間でっていうことなんですね。まあ、そうだな、まあ、ピッチャーの性質として、はい、自信がないボールは投げたくないタイプが多いから、うん、だから田中正義もそういうタイプかなっていうふうに思ってて、まあ、田中正義投手というとやっぱりそのストレートで、まあ、そうだなっていう感じですよね。まあ、メンタル面って言うけど、はい、なんかすごくメンタルに来てる部分はあるな。それはこう疲労だな、精神的な精神的な疲労。もうね、うん、失敗はしなかったんだけど、エスコンで満塁作って、うん、あれ何戦やったかな、西武戦やったかな、オリックス戦か、はい、なんかもうね、膝に手を当てて、はぁーっていう表情を見せた時あったんだよね、うん、0点に抑えて、やっと。で、あれを見た時に、あ、この子はちょっと気が弱いかなっていう、もともとね、それは感じてたんだけど、はい、まずはね、俺思うんだけど、テンポが速すぎる。テンポが速すぎる、はい、速すぎる、速すぎるっていうのは、やっぱね、もう少し1球投げる確認が欲しいな、抑えだったら、はい、はい、まっすぐ、はい、行きますじゃなくて、よし、まっすぐを投げるんやな、まっすぐをどこにどうやって投げるんだっていうまで考えると、ちょっと時間が伸びると思うんだよ、はい、ね、やっぱね、安易なんだよ、投げ方が。うーん、よし、まっすぐ、よし、外、ブワーみたいな、はい、そうじゃなくて、あそこに投げる、よし、もう一回ホームの確認、頭の中で描いておいて投げる。これやっぱりちょっと時間かかるんだ、はい、だからそのぐらいやっぱり一球を慎重に投げてほしいなと思う、うんうんうん、あまりにもやられ方が簡単だから。そうです、ね、あんなボールを持っててそんな簡単に打たれるかみたいな、うん、そういうところがあるんだ、はい、それはやっぱね、そこへ投げようとする意思が薄いというか、はい、そんな感じがする、うん、まあ持ってるんだろうけども、やっぱボールに伝え方が薄いかなっていうような感じがする。もっと一球に込める時間というか、込める確認する、いやだって確認したら時間かからないか、もうかかりますね、まあ、念入りにっていうふうに、念入りに、うん、まあ、例えば携帯開いてさ、はい、どっか行く、うん、ね、こうあれする、うん、あれこっちの方が早いんだ、他別のルートってないんだろうかとか、うんうんうん、そういうことを確認するでしょ、はい、もうそれとやっぱもう一緒なんだよ、うん、やっぱ確認作業なんだよ。あそこに投げる、あそこに投げるにはまずはやっぱあそこに肩が向いてなきゃいけないとか、うん、まあ、いろいろチェックポイントってあると思うんだよ、はい、そこを呼び起こして投げるというか、うん、まあ、田中正義の投げ方を見てると、もうこれで打たれたらしょうがないだろうみたいな、あ、そんな感じに見えちゃうんだよ、はい、ほら打たれたでしょってどうすんのって言ったら、うん、もうなんかおどおどし始めるよね、うん、もうそれじゃ抑えられないから、うん、あれ打たれた、なんで打たれたのか、ここ確認作業、もうちょっと、もう一回やってみようみたいな、うんうん、より慎重にですね、ぐらいな感じのテンポを持たないと、はい、ちょっと無理かなと思う、うん、あのテンポじゃ。あとは、まあ、新庄監督が、まあ、田中正義としては優しいし、インコースに投げれないピッチャーなんだと、 その辺はちょっと練習していこうというふうに伝えたということで、そのやっぱりインコースに攻めることができない、当てちゃいけないとか、そういうことですか。当てちゃいけないけど、うん、当てたら自分も痛いからね、ポジション的にはですよね、うん、塁に出すっていうのはさ、はい、インサイドに投げれないピッチャーなんて、うん、いくら速いボールを持ってても怖くはないよ、うん、そうかそうか、うん、それはもうやっぱこっち来ないで、もう限定的にここに来るんだったら、ここそれは当てるよね、ここで消去法で一つ減りますもんね。そう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 、だから左ピッチャーがよく左バッターに打たれる、はい、なぜかというと、インサイドに投げれないやつはカモにされるよ、今ですね、うん、それと一緒で、だからカモになりつつあるんで、インサイドに投げれない、うん、左のインサイドはいけるけど、右のインサイドにはいけないんで、その当てちゃうとか、そういうのが、まあ、抜けちゃうとかね、抜けるとか、うん、だから、まあ、そこら辺を克服しないとちょっと厳しいかなと思う。これインサイドに投げられるような克服の仕方って、例えば2週間でできるんですか。もうそれはね、もう自分の強さしかないよ、
ここですか、ね、もうここで生きていくしかないって、うんね、ここで一生分稼ごうと思って、うん、インサイド投げるしかない、うん、そうですね、それできないか、いや普通も切り替えたらだってまだ30ぐらいだろ、田中正義投手、そうですね、30歳ですちょうど、そうだろ、はい、こっからお前50年生きていくんだぞ、うん、普通に考えたら、うん、で50年分をインサイド1本投げたら多分生活していけるよ、そうですね、そしたら投げないか、うん、なんとしてでも投げたいよね、うんうんうん、だからそういう思いがあるかどうかだよ、 その時の感情だけに振り回されないで、うん、一生のことを考えたら、うん、インサイドに投げてここ日本ハムでセーブピッチャーとして生き残っていって、はい、FA も勝ち取って、はい、でも日本ハムに恩義があるから、うんね、日本ハムに残って、うん、でじゃ まあ年俸は3億でもいいよ、うんね、それを4年3、4、12、はい、12億、うん、12億とプラスアルファ出来高で15億っていう契約で満額もらったとしたら、うん、もう50年間安泰じゃないか、そうですよね、 あとは仕事もついてくるし、そうそう、他に運用すればいいし、そうでしょ、はい、まあ、運用は考えなくていいけどお前なんか投資やってんの、投資はやってますね、そうだよ、はい、いや、そうだ、まあ、そういうことで、うんうん、インサイドに投げれば、うん、それが確率的には上がってくるんだよ、ですよね、で球種を1個覚えることによってより上がってくるんだよ、確率が、やるでしょ普通、うん、お前一生考えてみろって、うん、人の痛みより自分の痛み取るかみたいな、うん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 、そうですよね、そうでしょ、まあ、当てるとは言わないよ、はい、だけどあそこに投げたらチャリンチャリン入ってくるんだから、ですよね、まあね、お金だけの話ではないけど、でも夢はもちろん、ね、まあ、そうだよね、あと例えばクローザーっていうと、もちろん例えば藤川球児投手とか佐々木大魔神投手だったりとか、ストレートとフォークだけとか、そういうピッチャーもいると思うんですけども、今の時代ってどうなんですか、それだけじゃもう通用しない、いやそんなことないよ、うん、そりゃ魔神のフォークなんか特別だもん、そうか、お前半端ないぞ、お前怒られるぞ、落ち方がそうですよね、すいません佐々木さん、いやいや、でもあの魔神も右バッターのインサイドに投げるのは嫌がったよ、あ、そうなんですか、やっぱ当てちゃうとか抜けちゃう、ただね、あいつはコントロールが良かった、外バシバシ来るからピシャーンって150キロででフォークでしょそりゃそうか、そりゃそうだよ、左には投げれるんだよインサイド、うん、だから幅広く使えたけど、やっぱ右バッターがちょっと苦手だったかな、魔神も優しかったからね、あーそっかそっか、うん、だけどね、そんな優しい魔神でもやっぱり成功してるとか、まあね、メジャーでも成功しましたし、まあ、もちろんでもね、本当に必要であれば投げたと思う、うんうん、でも当時はまだ必要じゃなかったフォークがあるから、あーそっかそっか、でもそんな特殊ボールがあるわけじゃないじゃん、田中正義ってのはやっぱまっすぐな走りじゃない、うん、でフォークをスプリット、まあそこまでは落ちない、うん、が拾われたりするけど、はい、だけどやっぱこうインサイドだな、ド俺も解説博多に行ってやってた時には、うん、この打席でやっぱりこのバッターに対してインサイドがポイントだと、はい、投げきれなかったらやられる確率が高いって言ったらやられたよ、あやっぱそうなのかな、うん、もう分かりやすいからだ相手バッターもみんな分かってるってことですね、宮西が先輩が400ホールド、ね、うん、はい、あげた、うん、宮西のテンポって分かる、ゆっくりめちゃくちゃ長いよ、うん、ピッチクロックやったら全部引っかかるあでもそのぐらいってことですね、いやそのぐらいやっぱり慎重に400ホールドを積み上げた選手でもやってるということで、うん、だから抑えだったら特にまだ慎重にやらなきゃいけないんじゃないかと思う、確かにそうですよね、だからテンポがいいっていうのがいいピッチャーの条件っていうのは先発ピッチャーに限りだよ、そうか、うん、クローザーはそれがまた違う、そうテンポを変えれないとダメなんだ、うんうんうん、だから、まあ、そこら辺でね、まあ、やることはたくさんあるかもわからないけど、はい、田中正義がね、うん、でも不器用なピッチャーでは俺はないと思ってるし、うん、やればできるというピッチャーだと思ってるから、はい、克服してくるんじゃないかなっていうような感じがする、うん、ただやっぱり2週間不在ということはそこを埋めるやっぱりクローザーが必要であって、 そこに関しては、まあ、今ね3位という位置にいるのでやっぱり A クラス死守、まあ、池田がやるんじゃない、あそうです、池田君と川野君、それから宮西君、あと柳川君もということで、その柳川君はちょっと面白いかなと思いますと言っていて、20歳の最速157キロの右腕、まあそうだね、でいつかは抑えにさせないといけない選手なんでと、うん、こういう競ってるペナントレースの中で一気に成長させるのも一つの手ですからねというふうに
話していまして、あとは松浦君も見てみたいし、いい球放ってるし、まっすぐキレがある、左ピッチャーで150超えるピッチャーあんまいない、すごいダイナミックなフォームしていますしねと、それでストライク入るかどうか見てみたいということで、まあ、4日に1軍昇格した3年目の松浦投手の名前も挙げたということで、まあ、候補は何人かは、まあそうだね、っていうことなんですね。伸びしろ君がいないね。伸びしろ君入ってないですね、名前。矢沢ね、はい。あのもう俺の中では伸びしろ君っていう、なんでですか。いや、キャンプの何日目かにインタビューされてて、はあ、いや伸びしろを感じてますからみたいな、それ自分で言っちゃうんだみたいな。なかなかですね、なかなか俺の中では伸びしろ君って言ってるんですね、言ってるんだけど、うん、入ってない。入ってないですね。まあ、だから池田投手であったり、池田な、はい、池田本当に思い切りが良くて度胸座ってて、うん、まあその度胸を田中選手につけたいぐらいなんだけど、はい、でも行き過ぎて、うん、バーンやられる時あるんだよ。強気強気のグイグイで。そうそう、まあ強気で行くしかないんだけどね、池田はね、はい、うん、まあでもあの強気っていうのが本当に表に出てくれて、うん、いい結果が生まれるとね、はい、いいけどな。そうです。これがね、やっぱ9回って特別だからな。その全てのゲームなんで8回、ね、うん、9回、うん、1イニングで違うんだって言うけど、うん、やっぱゲームを締めるって大変なことなんだよね。そこが一番重要だったりしてきますね。そうだな、うん、どんなに前が良くてもっていう。いや、そうなんだよ、うん、だからやっぱりこうゲーム始まる前にやっぱ締め方はどうしたいっていうのはあるよね、うん、まあ、だから田中正義で締めるのが一番いいんだけどもな、はい、本当はそうですよね。だからもう本当にあのファームでね、はい、もがいくだろうけど、うん、体力的には疲労の回復はあると思うよ、うん、でも精神的な回復はない。これなぜかというと、やっぱり3回ぐらい連続でピシャッピシャッピシャッと抑えたら、うん、また自信が回復するけども、うん、やっぱりよみがえってくるからね、打たれるんじゃないかとか、マウンドに上がった、そしたら精神的な疲労がまたドーンとくるから、はい、上に行って2試合でいいかな、うん、ピシャッピシャッと抑えてセーブピッチャーとなって、うん、それが勝てれば、はい、まあ、それはもう克服したって言えると思うけど、うん、まあ、そこにはやっぱりインサイドに投げる技術、うん、はい、あとは一つの球種、はい、で相手に印象付けるような、うん、まあ、そうなってくると楽になる、多分。そうですね、うん、いや、日本ハムもね、本当に A クラス入りかけて。いや、そうだよ。そうなんですよ。もうここまで来たらもう頑張らないとな。そうです。クライマックスシリーズへっていうところをファンもチームも今願ってると思うので。まあ、他の球団もいるからね。なんか応援チャンネルじゃないけど、まあそんなになっちゃってるけども、はい、でもやっぱね、新庄監督には頑張ってほしいしな。そうですね。そのためにはやっぱり田中正義投手の力が必要なので。う、もうみんな見てくれてるんだよ、あ、チャンネルを。この前一人が、ね、はい、あ、伊藤さん、この前はありがとうございました、うん、何の話をやって、ストップ5があったら水野の話を、あれはしょうがないよって、うんうんうん、ね、見てる。皆さんありがとうございました。よかった。別に何の効果もないんだろうけど、やっぱ味方を得たような気になるんだろうね。なんだそれはね、見てたら嬉しいですよ、ね、まあ、やっぱ責任も感じてたしな。そうですよね。でもその水野選手も帰ってきましたし、まあ、まあそうだな、うん、うん、まあ、これから頑張らないと ね、はい、日本ハム CS 入りをね、刺繍のためにも、はい、田中正義投手2週間後帰ってきた時のピッチング楽しみにしたいです。はい。